剣と魔法のログレスは、エイミングが開発し、マーベラスによって運営されていたオンラインゲーム。マーベラスのオリジナル IP による MMORPG。キャラクターデザインは、浮きが担当。公式サイトから、モーグ ID でログイン、もしくはヤフーモバゲーから始めることができる。2011年9月22日に、ベータ版のサービスが開始し、 同年10月5日に正式にサービスが開始された。2012年4月からは、モーグ ID や Yahoo モバゲー i d での登録の必要なしに、ハング MID のみでもプレイが可能となった。Java によって稼働しているブラウザゲームであるため、インストールの必要がなく、なおかつ同期で通常の MMORPG として機能していることを持ち味として売っており、広告でも、これはもう、 ブラウザゲームじゃないと歌っている。クエストをクリアし、レベルアップしていく、戦闘系、探検系ゲームであるがクエストをクリアせずとも、通常のフィールドでの狩りも可能であり、一般的なインストールが必要な MMORPG と変わりないプレイ感覚である。職業なども自由に変更できる。基本的には無料だが、有料のサービスを受けることで、特定のアイテムを受け取ることができる。 また季節ごとに、それにちなんだ装備品が期間限定で実装され、これらも決まって有料サービスとなっているが、一度も装備しない状態でなら市場にて売り出すことが可能であり、期間終了した装備品についてはこれにより高額で購入する以外、方法はない。二0 1年にはスマートデバイス向けとして、剣と魔法のログレスイニシエの女神のサービスが開始。 プラットフォームであるアドビフラッシュプレイヤーが2020年にサポートを終了することを理由として2019年8月30日をもってサービスを終了した。とある世界の平和な大陸に突如モンスターが謎の大量発生。モンスターの波は次々に大陸を席巻し、いくつもの国を滅亡へと追いやった。 もはや、人々に残された最後の鳥では、ログレス王国の首都のみとなる。プレイヤーはモンスターを狩る、ハンターの一員となって、大陸中にはびこるモンスターを討伐し、再び元の平和な大陸を取り戻すために戦う、日々を過ごす。千万ポロでカンストする現在のところ、LV50 までである。ただし、転職していないノービスは、LV20 までである。敵を倒して、 手に入れた経験値がある一定まで溜まるとレベルアップする。注意、ノービスはレベル10でレベルアップに必要な経験値を満たしてもレベルアップしない。ワールドマップに表示されているエリアについて説明する。モンスター出現地には昼と夜があるがエリアそのものが違うと言っても良い。出現するモンスターも違うし、1日中いても昼は昼、夜は夜である。一般に 昼より夜の方が敵が強い。ゲームの出発地。モンスターはいない。クエスト、大工房で合成仕様をクリアすると立ち入りが許可される。アバターを変更することができる。クエスト、コーディネートをして未央を受諾することで解放される。最初に立ち入りが許可されるモンスター出現地。始まりの草原、風なきの丘、キルギム湖、悪魔の岩場で構成される。 敵は弱く、川や、湖などが多い。レベルが16くらいまでの場合、ガガルーク山岳地帯で強敵を倒すよりも、ここで3体の敵と1人で戦う方が、効率的に、レベルアップできる。登山道、渓谷の鳥で、翼物の巣、秘境へ続く道で構成されている。また、夜のエリアでは、秘境エリアが実装された。岩が多く、敵もそこそこ強い。 翼獣の水口あたりのボード付近にいる敵は、一気に4、5匹出てきて、経験値も1000余り取れるので、LV20 くらいになったらおすすめ。迷いのインジュリン、メヌール7、この破タン、世界樹のソノで構成されるマップ。昼の採用部に山岳と同様飛境が実装された。世界樹のソノの最深部では昼と夜マップそれぞれに固定ボスが配置されている。 2012年7月において世界中最深部付近の敵ユニットが最大レベルになっている。カマ鎌クサ級リラブラダに、ウンデア洞窟、ボエノケプールによって構成されるマップ。ボエノケプールの最深部には昼と夜のそれぞれに固定ボスが存在する。2012年7月現在では多くのプレイヤーが装飾狩りと呼ばれる狩りを行っている。 2015年4月16日に新しい秘境である秘境砂漠の遺跡マイナスが実装された。2012年8月2日に実装。2012年7月26日に公式ページより今後のアップデート予定であるロデマップの中で発表された。獲得 EXP はダエリアの3倍獲得できる試練イベントなどが開催されているマップ。普段は何もできないが、 各種属性の試練など次元性イベント開催時にはワープ屋によって別の姉妹と飛ばされる。英霊舞踏会場修練の間から英霊舞踏会場 VIP ルーム防衛なけプールによって構成されるマップ。修練の間ではプレイヤー同士のデュエルやヒーローチャレンジなどが行える。VIP ルームは英霊舞踏大会の栄誉の証がないと奥へと通してもらえない。 クランに加入することで入れるマップ。クランを設立すると森の小さなアジトがもらえる。森の小さなアジトはグレードアップができないため、アジトをもっと豪華にするには、推奨国のアジトか、名もなき孤島のアジトを新たに購入して、グレードアップする必要がある。また、アジト滞在中は LG 回復速度が2倍になるので、カオスなどでゲージを使い切った場合で急がないなら、 ここで待つことをおすすめする。アニマプロージョンが常に発生しているマップ。ザコ敵はウェザニスの敵と似ているが、エルダーゴーレム、エルダーキングモスのように今までのボスモンスターが集結している。非常に強力なモンスターがうようよ徘徊しているので万全の体制で臨むことをおすすめする。大抵のモンスターは手前は単体で奥は複数体で存在する。 また、普通のモンスターが、エリアサイアサブにいて、奥地、世にかけて、エルダー、グレート、エリートといった、称号付きの強化モンスターとなる。また、ロイヤル、レジェンド、マスターといった称号もモンスターは、レアエネミーと呼ばれ、HP や攻撃力が非常に高くなる。これらのモンスターや、その他のエンカウントのレアエネミーは、LV のシンボルとして、 フィールドに存在する場合もある2012年に実装されたウェザニス大雪山や各秘境エリアではレアエネミーから一定確率で S レアエネミーが発生する。大抵の S レアエネミーは発生時に戦闘 BGM が変わる。ここでは一部のモンスターとボスモンスターのみ記述する。本作におけるストーリーをオークエスト。通常の場合、 AP フィールドと呼ばれるフィールドで、その地域のザコモンスターが大量発生している。その中心にはボスが存在しており、これを倒すことによってアニマプロージョンが止められるとされている。AP フィールドにはアニマ特有の BGM が流れ、戦闘時も通常の戦闘 BGM はならない。ボスとの戦闘に時には背景が紫色の独特な背景になる。ボスのアニマは、 共通スキルとしてソウルエクステンションがあり HP が半分を切ると必ず発動する。大抵の場合追加スキルやアクティブゲージの速度が上がったりする。アニマ討伐作戦ではマアニマが出現する。圧倒的に強くルミエールのように取り巻きにビットもいる。ログレスにおけるボスイベントの一つでカオスプロージョンと呼ばれる。 モンスターの圧倒的な進化によって発生したものとされている。カオスの洞窟と呼ばれるカオスプロージョン時のみ出現する専用ステージで行われる。カオスプロージョン発生の10分前に5つのクランでマッチングが行われ、それぞれで戦うため、このステージは CH などの概念がない。また、何十人での戦闘を想定しているので、HP が桁違いなのが、 特徴的であるまた、カオスクリスタルでの戦闘に入る前に行動回数を選択することができ、LG を一定量消費することにより、カオスとの戦闘時の行動回数を決定する。行動回数は攻撃だけでなく、アイテム仕様や援護魔法仕様ごとに一つ減っていき、例になると撤退か復活の選択肢が出る。カオスの洞窟には様々なモンスターが、 数多く発生している。これらのモンスターを倒していくと、稀にカオスを発見できる。発見したカオスは、フィールド中央のカオスクリスタルに出現し、クランメンバー全員で共闘して倒す。これを繰り返していくのである。また、カオスは、アニマのように倒すたびに強くなっていき、HP も攻撃力もどんどん増えていく。カオスにダメージを与えるたびに、 カオス討伐ポイントを獲得し、そのポイントの100分の1の値の GP を獲得できる。カオスにはいくつか種類があり、主にアニマのカオスバージョンとカオスオリジナルのものがある。カオス洞窟では稀にこれらのボスに関連したシンボルが現れることがあり、カオス発見中なら100%カオスを発見することができる。また、 通常のカオスを大幅に強化したレアカオスもあり、カオス発見時に稀にレアカオスも発見できる。ほとんどの場合、通常カオスの色違いで属性やスキルも変わる。また、討伐時間期限が3分と短く、それ以上経っても討伐できない場合は逃亡してしまう。逃亡した後は、そのカオスのプラスを倒すまで新しいカオスの発見ができない。このため、 レアカオスは通常のカオスより討伐報酬が豪華である。2015年1月4日から3月29日まで文化放送で放送された。パーソナリティは石田遥と青木るリ子。ありがとうございます。